さあ、はい、トイックの結果ね、11月と12月です。なるほど。いやもう気持ちが切れちゃいました。今リスニングマーク全部1個ずれてたんですよ。うそー、8個超えてほしいですけど。はい、では結果こうです。おー、始まりました。もちろんです。さあ、はい、ここは久しぶりに高橋さんにやってきていただきました。はい、すごいね、おしゃれな格好でやってきたんですけど今回はトイック最強アプリサンタの提供でお送りします。さあ、今回トイックの結果ね、しばらく出てなかったですが、もう紙も廃止されちゃうということなんですけどそうですね、はい、いろいろ他のね、メンバーも700点台が何人か出てきましたので、はい、追いつけ追い越せみたいになってますが。そうです、ね、勉強はしてるんですか？いやもう気持ちが切れちゃいました。切れちゃったの気持ちはい、学生ですね。はい、これだっていつ11月と12月です。なるほど。モチベーション保つのって大変だからね。11月の前が10月ですか。10月の結果が760、はい、1回80いって60、はい、っていう感じだったんですが、じゃあ見てみましょう。11月、はい、学校はだって今もうないもんね。もうないですね。また成績の回やるか。いやはい、じゃあこうしてですね、はい、どうぞ。11月がこれ。はい、あーあー上がったけどみたいな。てかね、765だからまあ60よりは上がってますね。はい、ただ80には届かなかったということで、はい、あ、ただ440までいってるんでね、リスニングが。いや自分リスニングマーク全部1個ずれてたんですよ。うそ。それで急いで、うん、なんか直してたら、うん、ちょっとリスニング聞こえてない部分あったかなと思って。そしたら大丈夫だった大丈夫でした。マークずれて440って相当高いじゃないですか。はい、じゃあアビメ、はい、こんな感じでございます。最初が絵短いからナレーションなの明確が86、はい、平均67に対してはだいぶ取れてますね。で、長めのアナウンスで明確述べられてるものが62、平均で76取れてますから、はい、これも高いですね。詳細が理解できるも88、うんうんうん、で、ナレーションによって詳細も88で、クレイズで話してのアンジーがこれが79ということで、わー、だ2番目と最後糸、つまりまあパート2の変化球とパート3、4の糸問題ですかね。上がる余地としては2番目と5番目が80台に行ければいいんじゃないって感じかな。はい、やっぱリーディングですね。ということは上げるのは圧倒的にリーディングをやることが大事だと思いますね、はい。最初が推測できるが51が平均57、ここ低いね。で、具体的な情報が59、平均65、あ、これも低い。で、一つ文章関連が51、63、あ、5位、低い、平均以下ですよ。いやー、やばいですね。で、文法が90。受験期は文法苦手だったんですが、苦手でしたね文法できるようになりまして、はい、はい、あ、5位だね。え、パート5がやっぱ遅い。パート5遅いと思いますね、うん、あ、パート6の方が遅いかもしれない。あー、6ね、はい、長文中の穴埋めですね。あそこの速さが上がらないと7がね、時間取れないですから、動画に出ないとやらないからそう、そう、そうなんですもう。では続いて12月いきましょう、はい、怖いな、これ上がってなかったらどうしよう。いやほんと、いや12月発布超えてほしいですけどね。そうですね、ここで超えれば1、2、3、頑張らずとも頑張らずで、はい、では結果こうです。やったーいあー、よかったよかったやったよかったよかったということで、ギリ800やった今日、達成しましたやったすごいね、2022年中にも達成してたということで、はい、やったそうそう、受験の時みたいによかった共通テスト終わった後の国語だっけの時みたいになってるよねそれよかった勉強止まっちゃった前まではどうしてたの？
前回言ったように単語は機能センテンス、うん、で文法がデルセン、うん、でもう長文一切やってないなと思って、はいはいはい、でもまた新たに参考書買うってなって、うん、手つけなかったらなんで、うん、めちゃくちゃサンタやり込みましたね。あーサンタすごいやってましたね。なるほど、いきましょう。いやー到達しましたよ。あー見ていくんですが、おお違うさっきと最初が短い会話のやつが63-80だからだいぶ取れてるでしょ。で長めのアナウンスが59-83で、あ短いアナウンス詳細が満点 100% ですから、やったさあパート1、2の簡単なやつ全部取れてるとか。で長めのアナウンスナレーションがここ90ですね。これも高く出てて、で最後のフレーズの暗示が下がってはいるんだよね。あここ下がるんだか、まだがパート2の落とした数は11月より多いんだろうけどな。でリーディングが全然違うんだよねこれね。だ最初が部署中の情報元に推測できる平均59で78ですから、おおまあここはだいぶ上がってる。そして次の具体的な情報を見つけてもう90ですから、めちゃめちゃ上がってるわけですよ。照らし合わせは60で下がってるんですね、平均上がってるのに。で語彙がめっちゃ平均以下なんですけど63-56ですから。で文法もさっき90だったのに今年86ですから、いやこれは皆さんのモチベーションにだいぶつながるんじゃないですか。よかった、よかったです。でもうリーディングをガンガンやったって感じ。そうですね、まあ出てくるものは全部やって、ひたすら。どれぐらいやってた？8月9月とか全然やってなくて、うん、ファーストかセカンドやつだったんですけど、今フィフスゼロフィフシックスの途中。6、あもうこうレベルをどん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 上がっていくわけですね。はい、いやじゃあこれサンタで単語やればよかったね。単語やればよかった。単語やればよかった。暗示の問題とか。はい。そう、なぜ1にした。いや、だいぶ難しいから、おいけるなって思ったから、一番簡単だなって思ったのが間違えた。だってさ、they って来てたじゃん。はい。だって、many, ほら、successful industry and entrepreneurs ってここにいるじゃん、人が。だから、2ですか。2でしょう。あうん、これが一番簡単だなぁと思いながらそあこれがあるって言ってさこれ、はい、変えたじゃんページ、はい、でそこであこれ簡単だなと思ってあとはだからノット問題とかさ結構めんどくさかったでしょ探すの、はい、とミューズと 2日間で両方の日でミールが出るみたいなランチ出るみたいな感じですね、はい、ホテルルームがそうアロケとか大丈夫ですか。アロケ大丈夫で調査そうですねこれ書き手だけ送るけど受け手ですね受け手、はい、そう受け手のやつでちゃんと行かなきゃいけないってですね。そうだから受け手とか送り手ってめっちゃ大事なんで。あバッジね。そうこれ最後のこれむずいと思ったけど優勝で交換することも可能であるっていうかなんかなくしたらそうです、ね、払えってやつだったよね。だってね50ドル払わなきゃいけないっていうやつでしたね。実力測りますので実力テストありますねそちらやってみてください。今サンタを新規会員登録した方限定でサンタの有料プランが1年間14,800円1月あたり1,240円で利用できるプラン実施中です。さらに以前にサンタに会員登録いただいた方にも特別にお得なプランをご用意しています。概要欄からぜひチェックしてください。はい、ということで今回は無事、はい、目標達成した坂井さんにいただきました。ありがとうございました。